ベルベジンのオーナーです。本日もオンラインスナップする商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方はベルベジンウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が5月24日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に入っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。ちょっとチャンピオンの T シャツですね。80年代のトリコタグで XL のボディですね。 100% コットンのボディになっていてチョコチンのつくタイプになっております。で胸元にワンポイントラバーでプリントが入っております。状態としてですね、ちょっとしたこういうピンホールがあったりはするんですけれども、大きなダメージ自体は少ないのかなと思います。裏面にもこちらの方ですね、肩の方にちょっと1点小穴が開いております。またサイズ表記も XL というところですし、僕もかなりゆとりを持って大きめに着用ができるようなサイズ感になっております。でこちらそのリブの方がですね、もともとネイビーがブリーチなのでちょっと退色しているようなものだと思います。こちらお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、首元のタグはついていないものになっております。裾口の方ですね、こちらの方にタグがついております。ラッセルサーザーサイズ表記が L の表記です。でこちらも 100% コットンのボディですね。でフットボールの仕様になっていて、ラバープリントが入っていてかなりひび割れております。で袖の方ですね、その入り口の方がこういった仕様になっております。こちらも焼け感、フェード感ですね、多少全体的にあったりはするんですが、大きなダメージなどは見受けられないです。サイズ表記も L 表記というところで、まあ、僕は、ちょうどよく着用ができるようなサイズ感になっております。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらヘンズの2枚タグになっていて、サイズ表記 L 表記になっております。 100% コットンのグロボディですね。レッドホットチリペッパーズのプリントが施されていて、こちら下の方にもですね、ちょっと薄くなっているんですが、2007か9ですかね、のコピーライト入っております。でこちらバックが無地のタイプです。で 黒ボディっていうところですが、かなり、色濃く残っていて状態がすごくいいのが伝わるかなと思います。でサイズも L 表記なので、まあ、僕もちょうどよく着用ができるようなサイズ感になっております。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらウールリッチの T シャツですね。タグがこちらの方になっていて、サイズ表記こちらですね、ミディアム表記になっております。 100% コットンのアメリカ製のボディですね。青ボディにこちら、ラバーでウールリッチのプリントが施されてあります。で、まあ、状態としてはですね、ちょっと全体的に擦れてたりとか、こういうバックの方ですね、小穴がちょっとあったりとかして、あとは色焼けですね、この辺にも少しあるんですけれども、まあ、一応ユーズのコンディションにはなります。サイズがミディアム表記っていうところではありますが、そんな中、いわゆるミディアム表記っていう感じでもなく、僕でも着用がギリギリできるようなサイズ感だと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方は欠損しております。でネイビーボディにタイタニックのプリントですね、になっております。このタイトルだけの着やすいデザインかなと思います。でバックはこちら無地のタイプです。でこちらネイビーボディが全体的に焼けてる感じ、フェードしてる感じあったりはするんですけども、こちらも、比較的大きなダメージなどは少なく、まだまだ着ていける状態かなと思います。タグが残っていてサイズ表記あるとすると XL はあるかなと思います。僕でも全然ゆるく着用できるような一着です。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。続いてダークナイトの T シャツですね。タグの方がこちら、ホイッシャルのタグがついていて、サイズ表記の方がちょっとくしゃってなってますね。ミディアム表記になっております。で黒ボディにこちらジョーカーのプリントですね。かなり人気のあるところだと思います。でこちらの黒ボディに関してもかなり色濃く残っていて、程度がかなりいいですね。ちょっと細かく見ていくと、こういった小さい小穴、少し開いてはいます。サイズ表記ミディアムっていうところですが、ちょっと幅は少し僕だとピタッとなるようなサイズ感かなと思います。お値段の方ですね、こちら1万5800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方がこちらになっております。サイズ表記の方ですね、ちょっとこちらビガーっていう表記になっているのかなと思います。 100% コットンの白ボディですねに、こちらドゥーボーイ、アメリカのなんか製粉会社のイメージキャラクターのものになっております。でコピーライトの方もですね、こちらの方にしっかり入っております。まあ、サイズ表記 SML でいうと、まあ、L 表記ぐらいの感覚かなと思います。バックは無地のタイプですね。L 表記ぐらいだとお伝えしたんですけども、僕が本当気持ち緩く着用できるようなサイズ感だと思います。お値段の方がこちら9800円に消費税になります。
続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方ですね、こちらフルーツの2枚タグになっていて、サイズ表記 L 表記です。で、100% コットンの白ボディですね、にこちらのプリントになるんですが、下の方ですね、こちらケンブランのものになっております。セサミストリートのアニメーションなどもしている人の、まあ、いわゆるアート T になります。で、裏面の方はこちら無地のタイプですね。特に気になるようなダメージとか汚れも一切見受けられないような状態かなと思います。サイズ表記も L 表記なので、僕はちょうどよくゆるく着用ができるようなサイズ感になっています。お値段の方がこちら 15,800 円に消費税になります。続いてこちら、結構なスペシャルティーですね。タグの方がこちらのタグになっております。サイズ表記こちら L 表記っていうところですね。白ボディで、もうタグの感じ見ても伝わると思うんですが、デッドストックの状態になります。で、アンディ・ウォーホルの、モンローのプリントになっております。めちゃめちゃいいプリントですね。バックは無地のタイプです。ちょっとデッドストックの状態ではあるんですけれども、ちょっと保管時の汚れというか、こういった少しシミが薄く残っているものにはなります。この辺にもそうですね。ちょっとしたところがあります。また洗濯など繰り返していくうちにだいぶ薄くなっていくのかなと思います。サイズ表記 L 表記っていうところでありますが、その水が通ってなくて全く縮みは出ていないので、現状だと僕も全然緩く着用ができるサイズ感です。お値段の方がこちらで 59,800 円に消費税になります。続いて半袖シャツ、コットンハワイアンですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記が L 表記になっております。でブルーベースにこちら、全体的に柄が入っていてというものですね。ボタンもこちら2つ穴のボタンが使用されております。年代でいうと50年代頃のものでしょうか。バックはこういった感じになっているんですが、状態がめちゃめちゃいいです。はい、サイズも L 表記というところですし、まあ、僕も全然ゆるく着用が大きめに着れるようなサイズ感です。こちらでお値段の方なんですが、7800円に消費税になります。続いてこちらも半袖シャツなんですが、タグがこちらのラルフローレンのタグがついております。サイズ表記、ミディアム表記です。100% コットンのボディですね。にオープンカラーの仕様になっていて、むしろチェックの柄になっております。裾口などに、ポニーは入らないものになっているんですが、かなり、着やすい配色かなと思います。程度もすごくいいです。サイズもミディアムってところですね。まあ、僕もこの辺何枚か持ってるんですが、ミディアムが僕は一番いいサイズ感になります。こちらお値段の方が9800円に消費税になります。もう一枚ラルフローレンのシャツですね。タグがこちらになっていて、サイズ表記が L 表記になっています。こちらも 100% コットンのボディですね。にこちらもオープンカラーの仕様になっていて、こちら全体的に柄が入るパターンです。こちらも裾口などには特にポニーマークは入らないですね。でこちらに関しても程度かなりいい状態だと思います。で、サイズが L 表記というところではありますが、先ほどのミディアムより少し気持ち大きいですね。僕がゆったり着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちら、04のハワイアンになりますね。タグはこちらの方になっております。サイズ表記の方はですね、ちょっと見受けられないものになっております。グリーンベースに、ちょっと細かく柄が全体的に入っているパターンですね。まあ、ダメージ、大きなダメージこそ見受けられないんですが、全体的な色焼けだったりとか、このフロント部分ですね、こちらの方に少しシミが残っていたりっていうものにはなります。で、ボタンの方もこちらのココナッツのものが使用されております。で、サイズ表記あるとするとなんですけれども、どうでしょう、縮みなども考慮すると L 表記ぐらいの感覚でしょうか。僕が、まあ、着用して、まあちょっとぴったりめに着れるような状態かなと思います。お値段の方ですね。こちら、12,800 円に消費税になります。続いて、長袖のシャツですね。このシャツめちゃめちゃいいんですよね。タグがこちら、マクレガーのタグになっていて、サイズ表記が ML になっております。で、オールコットンのボディで3点止めのボタンダウンの仕様ですね。60年代の ED ティールだと思います。で、前立てもしっかりついていて、サイドにマッチはつかないタイプです。モスグリーンの色味なんですけれども、こちらも全体的に多少フェードしている感じ見受けられます。ただこちらに関してもその大きなダメージこそ少ないですね。袖口などがちょっと色が変わっていたりっていう感じです。でサイズ表記 ML というところでありますが、もう僕が、気持ちタイトめに着用するにはいいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方ですね、7800円に消費税になります。
続いてこちらのネイルシャツなんですけれども、タグがじゃあリーバイスのタグがついております。サイズ表記はラージの表記ですね。で赤グレーと白、あとはまあ少しからしっぽいような色も混ざったチェックのパターンですね。で胸ポケットのところに白タブもしっかりついております。まあ、年代です70年代頃でしょうか。でボタンもちゃんとしっかりリーバイのボタンが、使用されております。で状態としても、まあ、ユーズの状態ではありますが、大きなダメージとか基本的に見受けられないです。サイズも L 表記なので、こちら僕はちょうどよく気持ち緩め着用できるようなサイズ感です。お値段の方ですね、こちらで7800円に消費税になります。続いてこちらもメールシャツですね。タグの方がこちらの方になっております。サイズ表記が16っていう表記になっております。こちらも年代で言うと70年代頃でしょうか。で赤黒とグレー、あと白のチェックのパターンです。でこちらに関しても特に大きなダメージは見受けられない、いい状態だと思います。サイズ表記16というところではありますけども、まあ、縮みなどもあって僕がちょうどよく着用ができるようなサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてこちらデニムウエスタンですね。タグの方がこちらランチクラフトのタグがついております。でサイズ表記の方はちょっとこちら見受けられないですね。でしっかりヨークが入っていて、トップは掛けボタンのタイプです。あとはスナップになっております。ランチクラフトだとやっぱ胸ポケットのこのステッチが特徴的かなと思います。まあ、色こそマッコンっていうほどまではいかないですけれども、ダメージが少なくてかなりいい一着かなと思います。袖口なども特にそんな大きいスレは見受けられないです。でサイズ表記あるとすると、こちらそうですね、15ハーフぐらいな感じですかね。まあ、ちょっとやっぱウエスタンの仕様なので、少し僕はちょっと、タイトになるようなサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら7800円に消費税になります。続いてベストですね。こちらのタグになっております。ブルービルのタグで、レッドヘッドタグですね。サイズ表記の方はちょっと見受けられないですね。でハンディングベストになるんですけれども、ダックの風合いもかなりいい雰囲気だと思います。特にダメージなども大きなのは見受けられないですね。サイズ表記あるとすると、まあ、そうですね、 L ぐらいは全然あるんじゃないですかね。僕でもまだカットソーとかの上には全然着用できるようないいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方7800円に消費税になります。ちょっとヴィンテージセットを1枚紹介します。パーカータイプですね。タグの方は付いておりません。でダブルフェイスで裏サーマルのものになっております。でネイビーボディですね。でフードの紐も残ってはおります。ただ状態としてこの裏サーマル、裏の生地の方が少し弱っているところが数箇所見受けられるっていう状態ですね。まあ、ただ表面の方に関しては特に大きなダメージとかは見受けられないです。いい状態ですね。サイズ表記あるとすると、そうですね、L 表記ぐらいの感覚だと思います。まあ、かなり肩とかは落ちる感じにはなっていて、ちょうどよく、まあ、僕は着丈が少し短いぐらいで着用できるようなサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてリバースイブの紹介です。まず無地のパターンからですね。こちら、タグの方が90年の刺繍タグ、サイズ表記が XL の表記になっております。グレーボディですね、に目なしのタイプになるんですが、この首元のリブが少しダメージがちょいちょい来てるかなっていう印象です。まあ、それ以外に関しては特に大きなダメージ自体は見受けられないですね。ただこの袖付近の方ですね、ちょっとした、黒いインクの飛びになるんですかね、ちょっと細かくあります。あとは袖口の方とかも少し擦れてたり、こういう風にちょっとペンキの飛びですかね、があったりっていう状態です。こちらの方もそうですね。でサイズ表記 XL なので、こちらは僕がかなりゆとりを持って大きめに着用できるようなサイズ感になっております。ちょっとすみません、左袖の方ですね、このペンキ以外にもこういった感じでシミが少し残っております。お値段の方がこちら 17,800 円に消費税になります。続いてパーカータイプですね。タグの方はこちらも90年代の刺繍タグ、ミディアム表記になっております。グレーボディにこちら目つきのタイプです。でフードの入り口とかも特にスレ等なくいい状態だと思います。ポケットの入り口などにも、ダメージことないんですが、このちょっとしたシミがあったりっていうところです。本当それ以外特に気になるようなものは見受けられない、いい状態かなと思います。サイズ表記ミディアムなので、僕だとちょっとビタビタのジャストサイズになるかなと思います。
お値段の方がこちら 19,800円に消費されます。続いてこちらは見なしですね。タグ90年代刺繍タグの S 表記になります。こちら胸に目がつかない目出しなんですが、フードの入り口とかも特にすれとなく、ただポケットの場合ですね、この辺にちょっとしたシミがあったりとかっていう状態です。ダメージこそ少ないです、でこちらもともと赤ボディだと思いますが、フェードしてこのちょっとピンクがかったような色になっているところですね。かなり雰囲気いいと思います。ただ S 表記なので僕だとさすがに着用は難しいです。ただ逆に S って本当に少ないと思います。小柄な男性や女性にすごくおすすめですね。お値段が 25,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方がこちら、アメリカ製のラージ表記になっております。グレーボディにこちらは、刺繍ですね。で UCLA というふうに入っております。で特に気になるようなダメージとか汚れっていうのも一切見受けられない、いい状態かなと思います。サイズも L 表記なので、僕がちょうどよく着用ができるようなサイズ感です。お値段の方が 15,800円に消費税になります。続いてパーカータイプのプリントですね。タグが90年代刺繍タグの L 表記になっております。でグレーボディにラバープリント1段で入っておりますね。フードの入り口特にスレッドはないんですが、ポケットの周りどうでしょう。こちらの方もちょっと危ないところがありますが、着用に困るようなものではないかなと思います。で特に他気になるダメージっていうのも大きなところは見受けられないですね。サイズが L 表記なので、こちらは僕がちょうどよく着用ができるようないいサイズ感だと思います。お値段の方が 19,800円に消費税になります。続いてこちらダブルフェイスのパターンの方ですね。タグの方がこちら90年代の刺繍タグで XL の表記です。でケアタグもつくパターンの方ですね。でグレーボディにラバープリント2段で入っているんですが、ダブルフェイスのパターンで、ポケットがつくタイプですね。特にポケットの付け根あたりもダメージとかは見られない、いい状態かなと思います。で袖口の方とかも特に大きなスレ等は見受けられない、いい状態ですね。本当でバックの方はこちら無地のタイプになっております。でサイズ表記 XL ではありますが、リバースの XL というよりはちょっとダブルフェイスというところもあるので少しタイトめな感じかなと思います。ただそれでも僕はゆとりを持って着れるようなサイズ感だと思います。お値段の方がこちら 25,800円に消費税になります。続いてミリタリーのジャケットになるんですが、こちら80年代頃のユーティリティジャケットになります。タグの方がこちらについていて、サイズが36ロングになっていて、ちょっと薄れちゃってますが80年会計のものかなと思います。でジッパーの方がこちらの、グリッパーですかね、のジップついております。でネイビーボディですが、特に大きな焼け等もなくいい状態だと思います。カフスのボタンが、こちら左カフスのボタンが外れてるぐらいですかね。でサイズ表記も36のロングというところではありますが、ちょっと僕だと少しタイトです、正直。前締めなければ着れるぐらいのサイズ感かなと思います。お値段の方がこちらで7,800円に消費税になります。続いてこちらも、ミリタリーなんですが、6号のフィールドジャケットになります。サイズ表記のこちらですね、スモールショートの表記になっております。ジッパーはこちらアルミジップのものになっておりますね。状態としてどうでしょうか。かなり、綺麗な状態かなと思います。特にオイル染みとか、目立ったようなスレ等もなくいい状態ですね。ただ一点ですね、ちょっとジップの方が、こちらのジップヘッドの方がちょっともうなくなっていて、ちょっとジップは、開閉は難しいっていう状態ですね。このスナップで、開け閉めしていただけるといいかなと思います。サイズ表記もスモールショートっていうところなので、かなり重宝されるサイズ感かなと思います。僕だとちょっとタイトにはなりますが、丈感とかすごく良くて着やすい一枚だと思います。ジッパー破損っていうところでかなりお安めです。お値段が7,800円に消費税になります。続いて70505のスモールEのものになります。パッチがこちらですね。ロットがあって、サイズが42の表記になっています。で、こちら紙タグが付くパターンのものですね。70年代のインディゴ染めのものになっております。中田部はスモールEが採用されております。色こそ落ちてはいますが、かなり縦落ち綺麗に入っていて、それに対して軽度がかなりいいです。襟元もそうですし、特に大きなダメージとかも見受けられないようないい状態かなと思います。袖の入り口とかに関しても
特に大きなスレッドは見受けられないですね。サイズ表記42なので、まあ、僕が T シャツ1枚とかで着用するにはいいサイズ感かなと思います。お値段の方ですね、こちらで15,800円に消費税になります。もう1枚70505のインディゴ染めのものですね。バッチの方がこちらになっていて、サイズ表記こちらも42の表記です。でこちらも紙タグがつくタイプのものですね。で赤タブはこちらスモールEになっております。で先ほどのものよりちょっと色は濃く残っている状態ですね。で襟元特にダメージとかもなくて、ただオイル染みですね、この辺に少し錆汚れも混ざってるんですかね、ちょっとした感じで混ざっております。ただこれに関しても特にひどいダメージとか見受けられないです。この辺にちょっとしたスレがあったりとか、まあ、バックもですね、ちょっとしたシミが残ってたりはしますが、かなり雰囲気いい一枚かなと思います。ちょっと袖の方がですね、こちらの方が一点リペアがあって、こういうちょっと脱めな感じで施されてあります。でこちらに関しても42の表記なので、僕は T シャツ1枚とかで、ちょうどよく着るようなサイズ感です。お値段の方ですね、こちらは19,800円に消費税になります。続いて、ラルフローレンのジャケットですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記は L 表記、まあ、80年代から90年代頃の一点かなと思います。でオイルドジャケットになります。でフルジップのものですね。でこちらジップは YKK のジップが使用されております。でこちらに関しても特にひどいダメージとか見受けられなくて、本当状態のいい一枚だと思います。これの入り口とかに関してもこちらもコーデュロイの切り返しにもなってたりとかして、すごくいい状態だと思います。サイズ表記 L 表記というところではありますが、僕がちょっと大きめにですね、着用するにはちょうどいいようなサイズ感だと思います。お値段の方がこちら 15,800円に消費税になります。続いてスニーカーを一足紹介します。こちらがコンバースと PF のものになっております。こちらですね。でインソールの方ですね、こちらの方になっていて、60年代頃のものかなと思います。でキャンバスのボディになってるんですが、黒キャンバス、いいですね。で状態としてもかなりいい状態だと思います。まあ、履かれた状態ではありますが、まだまだ全然長く入っていけるようないい状態だと思います。サイズ表記の方ですね、こっちだっけな、こちらの方にあって、サイズ10の表記になっております。こちらの方でお値段がですね、39,800円に消費税になります。続いて革靴の紹介ですね。こちらジョッパーブーツになるんですけれども、インソールの方ですね、ちょっと見えますかね。こちらの方になっております。サイズ表記の方はこちらですね、セブンハーフっていう表記になっております。でちょっと状態としてですね、インソールの方、この左足のインソールの方がちょっとこのかかとのところですね、少し剥がれちゃってはいるので、買っていただいた方にはちょっとどうにか接着剤などでくっつけていただけたらなと思います。でブラウンの色味になっていて、まあ、履き地などあったりはして、まあ、ユーズの状態ではありますが、こちらに関してもかなり綺麗な状態かなと思います。でまあ、特に、やっぱそうですね、ソールがラバーのソールになっているので、雨の日などガンガン履けていい一足かなと思います。お値段の方がこちら9,800円に消費税になります。もう一足革靴を紹介します。こちらの方はですね、インソールを見ていただくと分かると思うんですが、こちらですね、ウルバリンの、ワウサンザンドマイルのブーツになっております。で、サイズ表記の方はですね、こちらの方に10ハーフの DY のものになっております。こちらキャメルの色味ですね。こちらもまあユーズの状態ではあるんですけれども、ちょっとこういったスレとかもあったりしますが、こちらに関してもソールなど見ていただくと分かるんですが、まだまだ履いていけるようないい状態だと思います。本当球数が少ないですね、ものとして珍しいと思います。こちらの方でお値段が 15,800円に消費税になります。続いてオールインワンつなぎの紹介ですね。こちらタグの方はこちらのタグになっております。でサイズ表記の方こちら42ロングっていう表記になっております。でこちらに関してはですね、ちょっと状態として説明しなきゃいけないんですけども、こちらマジックテープの仕様になっております。もともとボタンで、開閉するものだったものを、マジックテープでちょっとカスタムされているってものになります。一番下だけこのユニオンメイドのボタンが残ってるっていうところですね。で青のヘリンボーンの生地ですね。で胸元に刺繍が入っていて、で足の部分ですね、こちらに関してはちょっと当て布がされているものにはなるんですが、ちょっと雑めな、要はリペアっていうところですね、になっております。こちらも、フェードしてたり全体的にユーズのコンディションにはなるんですが、背中にもこちら
ステッチが入っていたりとかして、かなり雰囲気いい一着かなと思います。サイズが42のロングっていうところなので、僕だとちょっとそうですね、幅とかは全然大丈夫なんですけども、少し、丈感が長い一着かなと思います。こちらの方でお値段が9800円に消費税になります。もう一着、オールインワンつなぎですね、の紹介になります。タグの方がこちら、ビッグバックのタグで60年代頃のものになります。こちらに関しても、ヘリンボーンの生地になっております。状態としてはですね、特に股下とかも大丈夫なんですけれども、この辺に少しリペアが雑めな感じで施されているっていうところです。こちらもそうですね。はい。で、こちらに関してはサイズ感ですね。先ほどのものよりも少し気持ち小さめのサイズ感になります。38から40ぐらいのサイズ感かなと思います。僕が着用するのになんか、ぴったりめで着用するんであればこの辺のサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてパンツ類ですね。こちらレーカーパンツになるんですが、タグの方がこちらサイズ表記3233の表記になっております。でこちらの方にもしっかりタグがついております。でボタンフライのタイプになっております。状態としてはですね、また下も全然問題なくいい状態だと思います。少しシミがちらほら見受けられたりはするんですけれども、こちらレングスの方もですねオリジナルのものかなと思います。で裏面もこういった感じになっております。実寸の方はですね、ウエストの方が30インチ、レングスの方も30インチっていうところになっております。股上が深いものにはなるので、この辺はちょっとね、レングス短めのものを選んであげると、しっかりとしたサイズ感にはまるかなと思います。お値段の方はこちら9,800円に消費税になります。続いてこちら501のカラーものですね。グレーデニムの方です。パッチの方がこちらですね、ロットが501あって、ウエストの方がですねこちら、ちょっと見づらいんですが33インチ、レングスが32インチの表記になっております。で赤タブもしっかり残っておりますね。で状態として見ていきたいんですけれども、また下擦れてはいますが全然まだまだ大丈夫です。でレングスの方もですね、こちらオリジナルのものになっております。当たりの出方すごい綺麗ですね。いいと思います。実寸のサイズになるんですが、ウエストは33インチ、レングスが32インチ、パッチとほぼ変わらないサイズ感ですね。この辺はブラックよりも玉数少なくて珍しい一本だと思います。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501になりますね。パッチの方がこちらです。ウエストの方が38インチ、レングスが30インチの表記です。で肩分もしっかり残っております。で薄ひげではありますがちゃんと入っていていい色ですね。ちょっとしたすれあったりはするんですけれども、あとポケットの入り口もそうですね、この辺にもちょっとしたすれはあります。まあ膝下になるんですかね、この辺にも少しダメージがあったりするです。また下は特に問題なくて、レングスの方もですねこちらもオリジナルのものかなと思われます。実寸のサイズなんですけれど、ウエスト35インチ、レングスが28インチ、かなり縮んでる1本です。このバランスすごくいいサイズ感かなと思います。お探しの方はぜひです。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちら501のビッグインになりますね。裏面ですね、こちらの方になっていて、パッチがですねこちらウエストが33インチですかね、ちょっと消えかかってはいるんですけども、レングス36インチの表記です。で赤タブもしっかりビッグインを残っています。もちろんシングルステッチですね。でトップボタン裏こちら、この向きですね、6番の刻印、そしてウエストシングルからの V ステッチ、いいですね。ビッグイの本当初期ってところですそして色残りもかなり、色残りとか色味もかなりいい色に仕上がっております。でまた下に関してもステッチも抜けていなくて本当いいと思います。でレングスもこちらオリジナルのレングスになっておりますね。擦れてはいますがかなり雰囲気です。実寸のサイズになるんですが、ウエスト32インチ、レングスが33インチです。身長180センチ以上の方とかにはもうすごくいい一本だと思います。これだけのレングスの、オリジナルの一本って探すとなかなかないんじゃないかなと思います。雰囲気もかなり極上の一本だと思います。
お値段の方がこちら15万8000円に消費税になります。そしてめちゃめちゃいいですね、こちらも501のビッグイになります。こちらパッチの方は綺麗になくなっております。で赤タブビッグイですね。でこちらは当然シングルステッチのものになっていて、トップボタン裏は、こちらちょっと刻印が入らない、つぶつぶのパターンです。でこちらもウエストシングルからの V ステッチ入っていて、 V ステッチの角度のこの角度すごいですね。でこの色残りめちゃくちゃいいです。色落ちが始まってる段階、こっからが本当一番楽しい時期じゃないかなと思います。でこちらもちょっと程度見ていきたいんですけれども、これだけ色が濃いのでっていうところもあって、また下もステッチの抜けなども全くないですね。でレングスもこちらもオリジナルのものです。まあ、つれてはいますがかなり雰囲気いいと思います。色のこれ85% ぐらいでしょうか、めちゃくちゃいい色だと思います。で実寸のサイズになるんですけども、ウエスト32インチのレングスが30インチになります。僕が気持ち緩く履くのにもうバッチリのサイズ感です。めちゃくちゃいい色だと思います。これ本当おすすめですね。お値段の方は29万8000円に消費税になります。ベルエジュの方で買い取り委託販売の方を行っております。何かご迷惑点あれば、店頭にお電話いただければ対応いたします。よろしくお願いします。